ように見えましたが、うん、ストロークでも決して負けていませんでしたし、はい、元世界ランク24位神尾ヨヌさんの解説でお送りしてまいります。立ち上がりサービスで3ポイントをミルザは今のようにフォアでエースを取るとなくしていきたいですよね。うん、でその後に甘く入ってきたのをハードヒットしていくというパターンを狙っているんだと思います。はい、さあ今度は第3ゲームでミルザが2ポイント連取、これが結構ありますよね。はい、初めてミルザゲームを取りました。これでワンブレイクの差という形になります。やはりミルザとしてはスキアボーネの緩急に惑わされず、はい、こう自分から打っていく攻撃していくというショットを増やしていきたいですね。このオンコートコーチングシステムだ。ミルザのボールが少しずつ出ています。立ち上がりワンブレイクされているインドのミルザ。スキアボーネのボールをミルザがこうミスして、スキアボーネはノーノーノーと大きな声出します。ミルザの方がいやいや今のは入ってるよ。あ、今アウトのコールでしたが失礼しました。オーバーコールですね。オーバーコールでしたね。はいはい、なかなかスキアボーネのサービスを攻略できない。さあハートに火がついたかインドのミルザ。そうに今週もしているなというふうな印象があります。楽しそうな感じが受けますよね。はい、第1セットでは2度サービスをブレイクされました。ファンでありコーチでもありますイムランさんも心配そうに見つめています。ああ今の判定ですね、フォルトという判定でした。気持ちを強く持たないと。そうですね。